就任試験を受けさせない？受けさせないわけじゃない。本人たちが望むならそうするべきだと。え、何が気になっているんだ。普通なら失敗して大きな挫折を味わうはずだけど、あいつは類まれな容量の良さで全て乗り切ってしまった。スリーマンセルを不服と申し立てた時も就任の未来を見事出し抜いてしまった。確かにそうだな。下任試験の時も六代目に追い込まれたが、すぐに正解を導き出した。そして初任務でも強者の抜け人を相手に、あの三人は協力して倒したんだ。でもそれは全部運が良かったんだ。それを知らないから甘い。否定はできないが。だったらなおさら中任試験を受けさせたらいいじゃない。ダメだ。もしその厳しさにボルトたちが潰れたらどうする。はあ、別にいいじゃない。ああいたいた。そんなことはできない。花火聞いてよ、このハマルちゃんの話。はあ、あれなんかまずい時に来ました。わかります、この花丸先輩。分かってくれるか花火。ボルトに何かあったらと思うと私は心配で心配で。ボルトは本当に素直な子で。実は俺もこの花丸の兄ちゃんって言われる方が嬉しいんだ。これ悪かったよ、この花丸の兄ちゃん。で、私と会うとお姉ちゃんお姉ちゃんってすごく甘えるんですから。それを言うならボルトはな、ナルト兄ちゃんから預かった大事な大事な弟なんだ。これ私感動しました。先輩がそこまでボルトのことを。アホらしい。過保護で結構。そうだそうだ。ま、この話は今度シラフの時に。死の先生だって私たちの味方ですよね。あ、ごめんなさい。志野先生がお酒飲まないのって確か。ん、何？先生しっかりして。はい、トカゲっす。何？志野の虫が暴走してるだ。こっちから寝る間もないってのに。とにかくこれからそっちに行くってばよ。